ヨハンペーター・ザーロモンヨハンペーター・ザーロモンは、ドイツ出身のバイオリニスト、作曲家、指揮者、音楽工業士。ボンに生まれ、当地の宮廷楽団でバイオリンを演奏していたが、後プロイセン王子、ハインリヒの楽団でコンサートマスターを務める。1780年代初頭に、ロンドンへ移住し、作曲家として活動するとともに、弦楽師重相談でバイオリンを弾いた。 1781年3月23日にコベントガーデンでロンドンにデビューした。しかし今日最も広く知られているのは音楽工業士としてのザーロモンであろう。1780年代のロンドンではバイオリニストのビルヘルム・クラーマーを中心としてプロフェッショナルコンサートという演奏会が開かれており、ザーロモンはそれに対抗して1786年から 自分のコンサートをハノーバースクエアルームズで開催した。1790年にエステルハージ家の楽団が解散し、学長のフランツ・ヨーゼフ・ハイドンはウィーンに移った。ザーロモンはこの機会を逃さず、自らの演奏会のためにハイドンをロンドンへと招いた。ハイドンは1791年から1792年にかけてと1794年から1795年に、 かけて、ロンドンを訪れ、ザーロモンのコンサートで上演するために、第93番から第104番までの12曲の公共曲を作曲した。これらはザ、ザーロモン公共曲、または、ロンドン公共曲の名で呼ばれることがある。これは、彼がハイドンに依頼して作らせたためで、楽曲の権利もザーロモンが持つ。彼はこれらの公共曲を室内楽用に編曲して、サロンなどで演奏した。 また、モーツァルトの公共曲第41番にジュピターの名を与えた、超本人とも考えられている。ザーロモンは1813年のフィルハーモニック協会の創立メンバーの一人であった。ロンドンで落馬事故のため死去し、ウェストミンスター寺院の回廊に葬られた。ボン時代からザーロモンと親しかったベートーベンは、ザーロモンの死を悲しみ、 私が子供の頃から知っている人のうちで最も偉大な心の持ち主だったと言っている。作曲家、フェリックス・メンデルスゾーンの母レア・ザーロモンは親戚である。ロイヤルフィルハーモニー協会と英国管弦楽団協会はザーロモンを記念して2012年にザーロモン賞を制定した。ありがとうございます。